さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日はおなじみの伊藤俊幸元海将にお越しいただきました。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。やはりこの時期皆さんの興味は対象はアメリカの大統領選ということが引き続き話題になっているかと思いますけれども、まずはその感想からちょっとお聞きしたいんですけど。あ、まあ、私はですね、はい、正直トランプさんで良かったかなと。うん、結構ね、はい、やっぱり自衛隊の関係者もそういう人が実は多いですよね。はい、まあ、まずですね、共和党のリーダーがつくっていうのは、はい、まあ、自衛隊というかですね、安全保障、日米の安全保障上必ずいい方向なんですよ。はい、だからそういう意味で良かったというのはありますし、あと私先週ちょうどこの10日の頃ですね、はい、アメリカ行っててちょうど選挙の結果を受けて、その、まあ、誰とは言えないんですけど、あの米海軍の上の方の人とやり取りしててですね、はい、で彼らもやっぱ同じですよね。やっぱり海軍に限らずですけれども、はい、全般的にね、軍事予算も増やすみたいな発言もありますもんね。その点も評価されてるんですかね。そうですね。で、そもそもだからトランプさんが何を言ってきたかですよね。うん、まあ、なんかこう日米同盟壊すとかですね、それから壁を作るとか言うじゃないですか。うんうん、だからあそこだけが日本で報道されるんですよね。そうですね。でも実はあれ全部文脈があるんですよ。ああ、そう言われてみるとなんか断片しか知らないですね。そう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 。まず駐留経費を全部払え、うん、払えっていう時でじゃなきゃ撤退するとか、はい、なんか核武装とか全編があるわけですよ。うん、はいはいはい、はい、その全編のは要するに自動車ですよ。だから日本に日本というモンスター、うん、モンスターって言ったんですね、うんうんうん、要するに自動車をバカバカいい自動車を作って、うん、それを安価でアメリカにどんどん売りつけた、はいはい、売りつけるモンスターだと日本は、うんうんうん、でその結果アメリカのこの皆さんは大変な目に遭ってる。でその日本をアメリカは守る、はい、うん、なのにその日本はアメリカを守らない、うん、おかしいじゃないか、だったら全額払えと、こういう三段論法なんですよ。その前に自動車の話があったわけですよね。そうです。だから関税をもっとつけろとかね、はいはい、だから自動車の理屈なんですよ全部。でそれはだから普通にアメリカ人はそうやなと思うんですよね。うん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 、でもっと言うと私そのワシントンにいたんで3年いたんで分かるんですけど、はい、東海岸って日本人で知らないんですよ誰も。あ、そう、私必ずああいうちなって言われてる。あ、そうか、結構中国人ですよまずは。ああ、ああいうジャパニーズって言われたことないですもん。ああ、そう言われてみればトランプ制服着てるところですよ。制服着てても制服着てた時はアメリカの軍人と間違えられて普通にいろいろ聞かれたりしてあと空港に行った時なんか空港 の職員かなんかに思われて普通に知らないのレベルがそこまで。はは、東海岸そうなんですよ。だから下手すると皆さんハワイとかね、あるいは西海岸とかのイメージだと、はい、日本って言ってたり、うん、 あるいは日本 の報道だと、はい、アーミテージさんがなんとかとかね、マイケル・グリーンがなんとかって言うでしょ、多分ですね、アメリカ人はマイケル・フーですよ。うん、マイケル・グリーンって誰っていう。アメリカと一口に言っても、はい、全然地域差もあるし、そう、でそもそも中そのワシントンに至ってそのいわゆる日本で知日家と言われる人は、じゃあアメリカ人で有名人かって言ったら全然違うわけですよ。だけど日本人はそれありがたがってなんかアメリカがいつも日本見てくれてるみたいに思ってるけど全然見てないんですよ。結構あまり関心ないって留学した人なんか言ってますよね。ファーイーストですから、いまだにやっぱファーイーストなんですよ。だから私がいつも言うんですけど見てる地図が違うんですね。だから一般のアメリカ人というのはいまだにヨーロッパ中心との、こういう地図ですよ。で日本は中国のさらに絵的には右側にある。だから多分何個島があるか本州と四国が書いてみって言ったら書けない人の方が多いですよ。知らないですよね。はい、だから今やその安全保障もご承知の通りよくこの番組で皆さん言うように、東シナ海の認識は脅威認識ナンバーワンはロシアですよね。それはあそこで NATO とガチンコのぶつかってて、あそこである意味新冷戦みたいなイメージになってるわけですよ。はい、だからこれがワシントンのイメージで、だからその中には脅威認識だから中国ないんですよ。いつも言われるようにですね、その通りですよ。だからどうしてもこういうイメージ見てるんですよね。
でただいずれそう言いながらやっぱエスタブリッシュメントというか政策担当者は逆に真ん中にアメリカがあって、はい、この東西に大西洋と太平洋がある、この地図を見て、はい、そしてだからピボットっていうわけですよ、はいはい、こちらからピボットしてアジアにリバランスというわけでしょ、はい、だからこれは政策担当者とか知的階層をこうやって見てる、これは本当に政策を作る人たちですよ、あるいは国益とかね、はい、そういうのはこの人たちで、普通の人はこんな地図見てないんですよ。だから見てる地図が違うというのがまずあ、ね、日本から言ってリバランスとかって言われたってさっぱり感じかないですよ、ね、分からなかったでしょ。あれだからアメリカを真ん中に見るとピボットリバランスなんですよ。だからバスケットボールのあのこうやってやってピボットするじゃないですか、軸足を置いたままで、そうやって考えると分かるでしょ。よく分かりましたね、はい、いやなんか日本の感覚って自分のなんか旦那さんぐらいに思ってるから、それで日本はここにいて太平洋が真ん中にあってここにあっ てアメリカがいつもこう向かい合ってる絵でしょ。だから違うんですよ。あ、これもう実感しました。私その前の立ち位置をね、あの目線をちょっと変えないと理解できないこといっぱいあるわけですよね。だから日米同盟がこういう偏無条約だと、はい、いうことを知らないんですよ、うん、だから当然条約は二国間が対等に結んでるものだとほとんどのアメリカ人は思ってるわけですよ、うんうんうん、だからそれをあの演説でこの貿易がガンガン来るくせに、自動車を売りつけるくせに、うん、何守らなくていい条約になってるの、うん、っていう理屈にそうだって言って話しただけです。まあいかんせんキャンペーン中の発言ですから、そのまま盛り上げなくちゃいけないし、支持を集めなくちゃいけないという意味では非常に単純化した話にしないといけない。そこで日本が憲法がなんてね、うん、言ったらわけわからないね。多分そこまで面倒くさいこと知らないと思いますから。もうそもそも知らないしみたいなね。あと壁作るもそうですよ。あ、そうそう、あれだから差別主義者っていうね。言うでしょ。今だけど私らは海上自衛隊のサンディエゴっていう、はい、ところにあそこに基地があるんで、あそこによく入港するんですね、うん、で私もアメリカ行った時に行ったんですけど、あそこってメキシコのティファナという、うんうん、すごいやっぱり貧乏なところで、そこ行くとですね、もうあの車いるともう子供たちがバーッと来て、看病看病とか言って これを買ってくれとかって来るぐらいの、もう一度子供たち衝撃受けるわけですよ、はいはい、何この子供たちが新聞打てたりいろんなことやってるぐらいの、それぐらい貧富の差があって、だからそこの入国管理すごい厳しいんですよ。だから実はもうフェンスがあるんですよ。ウォールはないけどフェンスはすでにあるんですよ。すっごい高いのは。あ、もうウォールじゃないですか。そう、まあ、もうこんな上のフェンスがあるんですよ。フェンスだから見えるんですよ。でもあんな日本のいい加減な金網とは違って、それも結構ガッチリしてた。でもスケスケのフェンスはあって、でもそこを破ったりして来る、いわゆる不法移民ですよ。不法移民がね、はい、でそれを取り締まり厳しくやってたんですね、はい、でただあと川があるから川を泳いで渡ってくる、ウェットバックっていうんですよ、うん、背中が泳いでくるから濡れてると。そうサンディエゴの道路には、よく鹿に注意とかあるじゃないですか、黄色いのに鹿の絵が描いて、同じように人間がこうやって走ってて後ろから水がピュピュッとこう出てるウェットバックがに注意という道路標識があるんですよ。すごいですね、はい、それぐらいだから泳いで渡ってきた移民がビャーッと逃げているのに車が当たらないようにっていうのが、もうこれは昔からずっとあるわけですよ。でだから一応そういう壁というかウォール、フェンスはもうすでにあるし、で取り締まりもちゃんとやってたんですね、で出入国管理結構厳しかったんですよ、でもそんなことをかいくぐって入ってくるのがいた。でもオバマ政権になってですね、チェンジというのは要するにその民族の多様性を、俺たちの本来のアメリカの通りやろうじゃないかっていう、あれは良かったんですけど、それが結果的に何が起きてるかというと、不法移民をどんどん受け入れちゃって、その強制退去させないで居座っちゃって、逆にそこに変な保証までしたりして、そうするとそのまともに働いてるアメリカ人がなんでやねんと。だから今回のも全部その不法移民はやめてくれという意味なんですよ。なんでこんな日本ではね、差別、人種差別みたいな、ね、ドゥテルテも同じでしょ。そうですね、うん、ちょっと過激なこと言うと、多分伝わるのはアメリカのその左派の、あのエリートと言われる人が叩くわけですよ。でそれが日本にそのまま入ってくるんですね、アメリカのメディアもね、かなりそういうことをしてましたからね。いわゆるリベラル系という人たちはそこを叩くんですけど、言ってることはだから普通の人にとって、いやそのもともと移民国家だから移民はいいんですよ、でもだって入ってくるのはリーガルに入ってきてくれと、その不法はやめてと言ってる当たり前のこと言ってるんじゃないですか。だからそれをだからその金網破って破れないように、ウォールにせえって言ったんですよ。あ、
そうか、それ金網の話があってやっと、はい、あそうかってガテンがいきましたね。これウォールってそういう意味なんですよ。なんだ、金網は破れると、そういう意味だったんですね、はい、フェンスは破れるんです。だからなんか今回フェンスでもいいとか言ってるでしょ、はいはいはい、だからもうあるからですよそれは。改めてそこをコンクリートで塗り固めなくていいとい う,、はいはい、いう修正を今あの言ってるだけで、だから日本人はなんかもう 今まで何もないところにいきなりこう、ね、フェンスでも作るというイメージでしょなんかベルリンの、ね、壁みたいなもうあるんですよ今も今もある。そういうことか。そうだからもうね、もう聞いててなんか全然イメージ違うのにことを議論してるなというのがもともとありましたよね。相当誇張されて、うん、まあ、あの報道されてて、まあ、それをまた日本がかなりねちょっとこう大げさに知らないからね、うん、というのがあったわけですね、うん。まあ、最近はその駐留経費どうするのかとか、日米同盟、あ、安倍さんもこれからも会うということですけど、そのあたりがまあ関心事になってますけど、この辺はどうなんでしょうね。まあ、だから今回、まあ、今日明日ですかね、あれですかね、あのもうおそらくだからまず個人的関係を作られて、はい、うん、でその多分確認したいのはだから自由貿易主義者ですからね、うん、かどうかを聞きたいんだと思うんですよ、はいはい、要するにまあ今ので要するに内向きになる内向きになるって言われてるじゃないですか、うん、トランプさんで、でももともとグローバル、ね、の経営であれだけの金持ちになった人でしょ、ね、まずグローバル経済の恩恵を受けまくってビジネスをやってきた人でしょ、うん、だその人が本当にじゃあ国のリーダーになったらね、いきなり保守主義になるのかと、うん、っていうのは多分違うと思うんですよ、うん、だからそれは選挙中に、うん、その結果ひどい目に遭った人たちは、うん、その政策のこう差し加減があるじゃないですか、うん、1か0とか100ゼロじゃないんですよ、うん、だからその部分は当然こういう感じでやるんですよ、うん、でそもそもの理念は自由なんですよ、うん、自由という概念は絶対に、特に共和党は絶対譲らないんですよ、うんうんうん、だから要するにビジネスで小さい政府で、はい、だからもっと民間の活動によってやるというのがある、うん、だからもう減税ですよまずは、うん、ブッシュ政権の時そうだったんですよ、はい、あれちょうどクリントンから変わる時 で,、はい、でブッシュ政権見てたんですけど、最初に彼が言ったのはもう本当減税政策でなったんですよ、でその結果軍事費も下げるっていう、うん、で当時 あのラムズフェルト長官に軍事費を下げると、うん、ただで今までこういわゆる軍需産業と決まってたいろんなプログラムを全て見直せと、うん、でかつそのなんとか21とかなんとか22っていうやつを全部見直せと言って、それで軍はパニックになるんですよ、うん、でラムズフェルト悪人みたいになって、でなんかもう引きずり出されてですね、でこのままどうするんだみたいになったら9年支持が起きて、で順増でドーンとついたんですよ、でそれがそこから10年続いたんですよ。で私は大きい見てる人間からすると、今のその減税っていうか、あの、うん、あの軍事費下げようって言ってるのは、うん、この上乗せした 10年分をカットするってことですよ。なるほど、はあ、そうか、はあ、そう考えると、もともとブッシュ政権は本当にこれも下げようとしたんですよ。でそれをそれどころか上にドーンと乗っかったのが、ここ10年の軍事費だったんですよ。あ、じゃあちょっとオバマがかなり大胆に減らすっていうのは、うん、まあ、その部分、うん、もう当然なんですよ、あれ。だからあの頃ちょうど見てて、我々私からするとやっとそういうことを言える情勢になったんだなと、うん、だからもう中東から聞いてですね、っていうのはそういうことですよ、うん、下手にそれに慣れちゃった軍はいややめてっていうのは、まあ、減らすって言われたらやっぱりね、そうそうそう、だけど本当はブッシュ政権のこそ下げられそうだって、はい、であのラムさん、ラムジーって言われてたじゃないですか、ラムジーボコボコにされてたんですよ、はいはい、でそのアンドリュー・マーシャルというそのネットアセスメントというチームが軍人に内緒で、あの密かにトランスフォーメーションっていうね、それがトランスフォーメーションですよ、 軍改革というのをその一部のチームでやれと言って、で私当時ですね、言っていいのかなあの現役の将官たちに、お前ところでなと、ラムズフェルトはあのボッシュあのそうラムズフェルトは何考えてるか知ってんだろうとか言うんですよ、調べろとか言われて、はい、それで私がそのディナーを頼める相手がいたんですね、その人がブッシュあのラムズフェルド の,、あのなんていうか筆頭 の, あのなんかサポーターの一人 でその人と飯食って、ね、で今度のトランスフォーメーションどうなるんですかって言うと、で空母はなくなるんですかって言ったら、いやなくならないなくならないとか言って
で、だってブッシュ大統領はもともと空母大好きで乗ってたしとか言うんですよ。あ、そうなんだとか言ってね。でそれでその軍の高官が、あの海軍のやつが人が会ってどうなるのって言ったら、あ、大丈夫です、空母減らないそうです、うん、ありがとう、お前はいいスパイだなと思って私は一体 何をやってるのかよく分からなかったんですけど、すごい仕事されてますね。だからそういうことなんですよ、はい、だから、うん、共和党って戻りますけど、うん、そうやって減税なんですね、うん、で小さい政府にして民活すると、まあ、今回軍事費を増やすとかなんとか言ってもらうんですけど、うん、それは多分オバマがやったことに対するアンチテーゼ的なことをやってっていうのをやるんでしょうけど、でもバカみたいなことはしないんだと思います、うんうん、そこまで大胆にね増やせる、はい、まあ保証というかあれもないでしょうしね。そうですね。まあ、ということはその日米関係ですけど、まあ重力経費云々っていうのもね、ちょっとなんかこれもやっぱり知識がなくて言われてるんだろうなっていうのが、まあね、どうだと思いますけど、まあ、私いろいろなとこ書いてたりするんですけど、ね、要するに7000億大体出しますよね、はい、で防衛省だけで5000億ですよ、うん、であとの2000億は借地料とかですね、うん、だから、いわゆる市に対して補助金として渡す金で、そうなんですよ ね。じゃあ日本に払ってるって、ね、であとの5000億 の、 その思いやり予算っていうのも光熱費と日本人従業員でしょ。ってことで光熱費っていうのは電力会社は日本でしょ、ね、日本ガスもそうでしょ、ってことで、ね、あの7000億って全部日本人に渡してます。実はね、日本に管理をしてます、ね、日本に管理してるんですよ、あれ。うん、はい、だからある意味よく基地反対とかって言って、はいはい、まあ、裁判起こしたりとか、その自治体が補助金をね受けてますけど、はい、あれ あの人たちこ そう一番恩恵を受けてるっていう、そういうことになりますよね。思いやりのね、思いやりにもらうし、その基地交付金にもらうしっていうこと でそれ全部日本人に渡してるんですよ、実はね。実は、でまあ、これはだからそういうのをもう一回皆さん知った方がいいんですけど、でそれとでアメリカが渡してるのが大体50億ドルとか言われてるんですけど、要するに大体5000億ですね、はい、でもこれって全部要するに作戦費用ですよ。うん、だアメリカ軍の軍人 の、 給料と、はい、から作戦費用ですか ら、 だからこれをもし日本が全部払うと、要するに日本の傭兵になっちゃうことですから、そうですね、アメリカの兵隊さんが、だそれはだからアメリカが嫌なんですよ。それはね、はい、プライドもありますしね。でこれご承知の通り、日米で常に議論ディスカッションをして、うん、どれだけ払うというのを決めてて、これもう協定なんですよ、うん、はいはい、でご承知の通りこれは今年の4月からもう発行されてるんですよ、うん、今年の1月に岸田外務大臣とケネディ大使で調印して、でこれ5年間有効なんですよ、はい、だ5年間有効の条約ですからね、うん、これそう簡単に変えられないんです。あ、そもそもね、はい、で条約っていうのは、はい、日米同盟の日米 の、 その安保条約もそうですけど、うん、議会の3分の2の同意がいるんですね、うん、はい、だからそんなの大統領が嫌だと言ったからといって、うん、今動いてるものを止めるとか拒否するとか変えるっていうのは、うん、なかなかそう簡単にできるじゃないと、うん、このアメリカの高官は言ってましたよ。まあ、そうなるとまあそんなに私この話もまあこだわってねちねち日本でなんかああでもないこうでもないっていうようなレベルの話でもないかなってちょっと思ってるんですけどね。ただまあ一番言われているのはその撤退するなんていうねことがあったので、それ本当なのかっていうことをみんな知りたがってるんですよ。これもありえないだろうと思いますけどね。要するにそのアメリカの国益上ね、はい、自由なんですよ。自由貿易体制がないとアメリカの攻撃上にならないんですね、はい、で自由貿易を一番何が阻害するかというと紛争なんですよ、地域紛争なんですよ。だからその特に例えば台湾に台湾関係法といって、はい、支援をするというのを堂々とやってるんですね、はい、あれはだから議会が中心に議員立法で作ったやつですから、はい、議会は強い台湾支持なんですよ、でも例えば李登輝さんが何かやろうとしたら、うん、やめろっていうわけですよ。なんでかというと余計なことをしてコンフリクトを起こすなというふうに台湾にも文句言うんですよ、うん、何もするなと、はい、要するにステータスクォーって言って現状維持で何もない状態にしとけっていうのが実はアメリカの意思なんですよ、うんうん、それはなぜかというと自由な往来をだからフリーダムオブナビゲーションじゃないですけどフリーダムなんですよ常に、うん、一番の価値観は、はい、でそうするとこれは
まさにトランプさんこそ ね、 そうですね、もうそれの恩恵を受けてきたわけだから、一番身をもって分かってる人だから、だからそうすると何がコンフリクトの状態を起こすんだということをもし引き起こすと、例えばアメリカが撤退することで、例えば尖閣に変なメッセージを与えて、そこに中国が本気でやってくるかもしれないなんていうことでコンフリクトを起こすことは、これはトランプさんといえども本意じゃなくなるでしょ、だそのぐらいはちゃんと分かるんですよ、まあ、それをねちゃんともうこれから当然皆さんブリーフするわけですよ、してると思いますが、まあ、伊藤さんがブリーフしていただくといいんですよね、やっぱりこれを全部ね TPP とかいろんな案件があるから総理が言っていろんなことを一気に全部は言えないでしょうけれども、少なくともこのアジアの安定こそがそのアメリカの経済に資するということを理解してもらわなくてはいけない、そのためにアメリカのプレゼンスがいかに大事か、そしてそのためにはこの基地の存在がなければもうどうにもこうにもならないんだと、まあ、例えば佐世保であるとか横須賀にまあ寄港する場所がなければもう動けないというようなことを、まあ、これからルール説明していくっていうことなんですかね。そうですね。で、それはあの当然のようにその在米大使館というのがあって、あそこにはだから100人の各省庁から来てるエリートがいますから、で防衛班っていって私がやってたその班でも6人の自衛官がいますからね、でも当然いろんなそういう面については伝えてますし、そもそもだから支え大使がそこが一番やられていることですから、まあそんなおかしなことにはならないのではないかと思いますけどね。まあ中国がうまくこう丸め込むような感じでね、なんか我々は全く脅威対象ではありませんみたいな、そういうアプローチもするんでしょうけれども、まあトランプさんがどうね、ちゃんとこう受け止めていくかっていうのにもよるかなって、だからそこは本当ですね、まあ、大使館 の、 そのいわゆる役人のという人がやるのもあるんですけど、私個人的に思ってるのはもっとあの議員外交というかですね、多分日本の一番アメリカとの関係で弱いのはそこなんですよ、だからあの中国にしても台湾にしてもですね、彼らものすごいロビー活動というのをやって、これはまさにその議員外交をやってるんですよ、だけどその役人の人たちってそういうなんですか、これある意味裏技みたいなワードのやり取りじゃないですか、そういうことではやれないんで、だから本当は議員外交をあそこに拠点をちゃんとワシントンに置いてっていうのをやるべきだとは思いますけどね、そうじゃないと本音のところが伝わらないんですよ、どうしても外交の人、外交官っていうかですね、やると表向きのストーリーしか伝わらないん で、 で、ね、またトランプさんもそういうのあまり好きじゃなさそうですしね、本音で話をしようやみたいなね、ぶっちゃけトークだからここが違うんですよ、オバマさんと、まあ、相手の懐が広がったところでこっちもそういうカードを出せればいいんですけど ね、やっぱり、まあ、あれがみんなロビー活動をやってるわけですからね、そうですだからそれ一つ必要かもしれないですよね、まあ、ただ今回トランプさんのこの選挙キャンペーン中に言ってたことで日本も日本自身の防衛というものをまあ考え直す機会にはなったかなと思うんですけど、やっぱり変わっていかなきゃいけない部分ってありますよね、そうですね、一番本当に突きつけられたのは先ほど言ったようにアメリカの普通の人たちは、え、日本はアメリカを守らないのっていうのにびっくりしたんだと思うんですよ、要するに偏無性っていうですね、条約がは当然両方がお互い守り合うのが当たり前だと思ってる普通のアメリカ人にとって、そんな条約があるのかというぐらいのことだったんですね、だからそこはある意味突きつけられてるんですよ、要するに国際常識的にはそれしかないわけですから、日本のようにこっちは守らない代わりにあのお金出しますっていう、この条約の形式自体が珍しいパターンですから、そこはだから本当はこの機会に真剣に考えてもいいテーマなのかもしれないですよ、またそのトランプさんが言っている軍事力をまあ増強していくっていうのもただ単にお金を湯水のようにねあのばらまくということではなくて、そこには実は日本の防衛力も強化するってことも含まれて示唆されてるのかなって気もしますよね、だから安定化するためにはきちっとしたそれぞれの国がやることをやる、それも同じ価値観を持った国同士はですね、やりましょう、だからあのすぐにでもねあのパクさんから電話があった時に韓国を守るっていうわけでしょ、でもそれは当然ですよ、だから要するにもう少なくともあの地域に不安定なことを起こしちゃいけない、この地域にですね、っていうのは間違いなく分かってる話で、そこはちゃんとしたあの自分たちも力を持ちなさいとアメリカも手伝うけどねっていう、あれも多分普通のアメリカ人の発想ですよ、それを伝えたってことですよね、まあ、まだねオバマ政権は、まあ、もうみんなトランプ大統領になったみたいな気分になってますけど
けど、この確かに、ね、ちょっと早すぎますね。ちょっと気の毒っていうかね、ちょっとあの面白くないんじゃないかっていう、ね、1月20日ですからね。そう、余計な、まだ2ヶ月あるんですけど、ね、そうなんですよ。だからちょっと早すぎますよね。この間っていうのは、まあ、総理は行くにしても、それ以外のもっとあの方たちは、それこそ防虫官の方も含めて、うん、外交官の方ももう忙しで、いろんなこう動きをするっていうことなんですかね。あ、でも私改めてびっくりしたのは、ね、今度の副大統領って元 DIA 長官ですよね。あ、だから、ね、あれです、多分うちでいうと木野村さんのカウンターパートだったんですよものすごい個人名が出ます、はい、当時、そうですよね、はいはいはい、だから、それこそだから そうですよね、そういうパイプとかも、はい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 、多分誰も気づいてないと思うんですけど、はい、そういえばそうですよね、はいはい、なかなか DIA 長官とやーやーっていう関係の人って、日本の情報本部長しかいないわけですよ。パイプが、ね、あるってことですよね、はい、使われたらいいんだと思うんですけどね。多分これ誰も言わないと思いますけどね。結構あの防衛省もそうなんですけど、なんか歴史が引き継がれないというか、え、それ知らなかったのみたいなことってありますよね。それよく知ってる人っていうのがね。そうなんですよね。使えるものは使って、そう、使えるものは使って、みんなで日米関係盛り上げる。この方も使えるものは使って、本当にね、これから日米関係強化するためにやっぱり周りがかなりね、お盛んにやりますから、そうですそうです、やっていただきたいと、本当に政府関係者の皆様にはぜひお伝えしたいところでございます。今日はこの辺でありがとうございました。